おはようございます。スターひろじです。今日は6月25日ですね。川に釣りに来ました。今日はね、フライフィッシングメインでやりたいと思います。ただ最初だけちょっとルアーで釣り上がります。序盤だけルアーで、あとはメインはね、フライフィッシングで行きたいと思います。今日は、ラブリーさなえちゃんと2人で、釣りに来ました。ラブリーさなえです。よろしくお願いします。よくね間違われるんだけど、ラブリーさなえとスターひろじ別人なんで、そこのとこご了承ください。よくね似てるとか、なんかあれスターじゃねえよって言われるんだけど、ラブリーさなえちゃんはね、まるっきり別人なんで、そこはよろしくお願いします。では行きましょう。早速、タックル、ロッド、フィッシュマン、ビームス、エクスパン、4.3LTS、リール、アンバサダー、2500C ですね。からルアーはパンチーラですね。パンチーラ、新型パンチーラついてます。これは全部ね、ラブリーサナエちゃんのタックルです。僕が借りてますね。全部私のタックルです。ルアーもサナエちゃんが作ったルアーですね。ではやっていきましょう。序盤だけルアーで。埋まってるね、やっぱり。フライ、今年初フライだな。フライフィッシング久しぶりやるから、ちょっとあれだよな、どんなもんか。師匠、早めにフライやりましょう。はい、それではフライの準備ができました。フライをやっていきます。タックルなんですけど、ロッドがリバーピークのヤマメですね。8フィートで2番ですね。リバーピークのヤマメ、それからリールがリバーピークのイグナイトっていうリールですね。イグナイト、リバーピークセットになってます。それからね、リーダーがこれがロングリーダーですね。クマじいさん仕込みの16フィートの、リーダーがついてます。それから最初はカディスがついてます。毛針はカディスです。はい、じゃこれでやっていきましょう。今年初フライ、ちょっとゆっくりやっていこう。ゆっくり、フライはね、進みが遅いんでね、ゆっくりやっていきます。今年初フライだから。さあ、どうでしょうか。フライをのんびり楽しもうという。まだ早いかな、時間が。そんなことねえよな、もう暖かい時期だから朝でも出ると思うんだよな。ちょっとで、ね、普通に天からとかルアーでここ進んでいくと早く詰め上がっちゃうんだけど、フライだとゆっくりなんでちょうどいいかもしれないね。ちょうどいい時間帯になるかもしれない。終わりが結構ね、進みが遅いんでね、フライは。何、フローティング剤をつけたりとか、一匹釣るたびに多分薬を塗ったりとかな、そういうめんどくさいことやっていかなきゃダメだから、進みが遅い。ちょっと感覚を取り戻す感じで。出ない。見えない、魚が。小さいのも出ないね、ポチャンとも出ないね。
見えない。見えないね。あまりこうバレちゃうから長い間浮かしたくねえじゃん。出ないね。ぽちゃりともせず。どうだここは。もう出そうだけどね。出ないね。あ、すげえ、やっぱりロングリーダーだからドラッグはかかんねえな。かかりにくいな。キャストがやっぱり難しいけど、ドラッグはすげえかかりづらい。面白いなフライ。しかし魚が出ねえ。一向に魚が出ない。いねえじゃねこれ。ここに。よし上行こう。でこのフライフィッシングというのは移動がクソめんどくさい。ラインが長いから移動がクソめんどくさい。絡まる。いやでもなんか楽しいね。天気もなんか雨降ってないし、ゆっくりのんびり釣り上がるにはちょっとフライは最高かもしれない。来た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 の見えたね。おい、まあまあじゃない。おお、いいねいいね。しょっぱなにしてはいいサイズだ。写真を撮らせてもらうか。いいじゃない。7時16分1匹目。はい、サンキュー。次もまた元気に連れてくれる確率を高めるためにバーブレスフックにしませんか。さっ、はい、いいね。まあまあ22、23ぐらい。おう、ちょ1本目。これいちいちまたシャカシャカしなきゃな。これほい
今毛針がないなと思ったら釣れてたよおい。竿がやっこいからすごいすごい小さくても曲がるね。手を十分に濡らしてから触りましょう。はい。まあ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 だね。まあまあ。もうカディスが浮力がもうねえな俺。毛針をもう交換した方がいいかもしれないな、ローテーションで。もう手返しが悪いよな、天からとかに比べたらフライは。手返しが悪い。それがそれを楽しむ釣りかもしれないけどな、ゆっくりと。あー来た、おー、マジか。入れ食いだよおい。入れ食い。あ、まあまあだね、まあまあ。はい、入れ食い。なかなか進めない感じだね。肩も悪くないね。すごい、すっげえ小さいっていうわけでもない。さあどうだ。ちょっと流れが強すぎるかな。ほら今いたね。おっと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 、下行っちゃった。大きくねえけど流れに。おいしょおいしょおいしょ、抜きますよこっちに、せーの、おい。来ましたよ。来たね、パシャンと。カディスでも結構来るからスパイダーを出すまでもねえな。スパイダーを一応何個か3個ぐらい持ってきたけど、カディスでも全然出るからスパイダーを出すまでもない。いないね。寒い。力やってみようか。見えない、見えない、毛針が見えない。あ、来た、来てた。おお、来てたよ、これ。
みんな、あ、カラー合わせしてた、来てた。ちょっと待って、どうやって、あっち行こうか。よいしょ。さあ、ビョーンと。お、結構いいサイズだろ、おい。結構いいサイズだった。これは写真を撮っとくか。いいサイズ、ナイスサイズちゃん。8時48分、いいね。フォーテップスで撮ろう。おいっ、まあまあだね、まあまあサイズ。おい、ちょっと、あ、口に糸が。歯だよこれは。歯に糸が。はい。サンキュー。両肩出ました。カラー合わせで両肩。どうも、ラブリーさなえです。フライフィッシングはあまりやらないのですが、なんかアドバイスがあったら、コメント欄にてお待ちしてます。魚がピッとした時まだもたもたしますね。慣れてない感じです。ちなみに緑の手袋は炊事用のゴム手袋となっております。
フライフィッシングに擦れてきたので、ちょっとルアーをやってみます。ルアーはフルメタルソニックです。まあまあ大型が釣れました。前編はこれにて終了です。後編をお楽しみください。続く